全仏漏れ過ごし、加藤失格問題、長い間泣いていたから、2回外調症、強い女性雇えば報道。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 テニスの四大大会、全仏オープン、女子ダブルス三回戦で発生した加藤美優、ザイマックスに対する失格処分について、大会ディレクターのアメリモレスモ氏が見解を発表。海外メディアも同志の姿勢を報じている。加藤はアルディラス・ーチャリ、インドネシア、組とのペアでサラソリ・ベストルモ、スペイン、とマリエ・ブズコバ、チェコ、と対戦。 試合中に加藤が相手コート側に送った球がボールガールを直撃。審判は一度は警告を与えたが、相手組の必要な抗議で加藤は失格となった。大会ディレクターで元世界ランク1位のモレスモ氏は、大会総括の会見で加藤失格問題について言及。フランスメディア。 フランス TV インフォなどによるとロッカールームではこの件に関してかなり意見が分かれていると思います。多くの人があるいは多くの選手がフェアじゃないと言っていた。ボールガールを7、8分以上泣かせたのなら意味があるという意見も聞いたと見解が二分していると明かした。さらに私はコメントするつもりはない。 なぜなら決定を下した後にビデオを見るのは簡単だからだ。決定はツアースーパーバイザーと審判によって下されたもの。ビデオを見ずにコートに来て自分が見ていないものを誰かが報告している事実に基づいてその場で判断しなければならない。と審判とスーパーバイザーを尊重。 ボールガールがあんなに長い間泣いているのを見ると何らかの決断をしなければならない。良いとか悪いとか、そういうことを言うつもりはない。それが事実なのだから、グランドスラムのルールブックに従えば、それはかなり明確だ、と間違いはなかったと語った。これについて、台湾メディア。 中特期新聞網は、加藤失格問題、女性ディレクターが、ボールガールが泣いていたのならそれは重大だ、と語る、と報道。モレスモ氏の一連の発言を受け、一部のファンはこれを信じられないと感じた。インターネット上では、それならば、賞金総額4000万ユーロ、約60億円を超えるグランドスラムで、より強い女性をボールガールにすれば と調笑した、と信じられないという疑問の声が上がっていることを伝えた。また、インドメディア、スポーツキーだ、も、ボールガールが泣いているのなら、判定を下さねば、との見出しで、モレスモ氏の見解を報道。泣いているのならという考えを強調して伝えた。日本のネット上でも、批判の声が止まない今回の騒動。まだ波紋を広げている。東スポウェブ。 高額の金が動いている大会にもかかわらずボランティアで子供を雇って働かせてることが一番悪いんじゃない男子プロなんてもっと強くて速いボールが飛んでくることもあるのにボールが当たって泣いていたことを理由に選手を失格にするなんてことがあるなら、ボランティアの子供じゃなくてプロのスタッフを使った方が良い。 それに、どんなスポーツも今じゃビデオ判定は常識になりつつあるのに未だに取り入れていないのも信じがたい。歴史のある高貴なスポーツなのかもしれないが、そうであるなら、相手を落とし込むような態度を示した相手のペアを失格にした方が権威は保たれたんじゃないだろうかスーパーバイザーが問題。 モレスモさんももっと上層部と話し、あなたが先頭をとって、加藤ペアの適切な対処できていれば、ここまで大問題にならなかったのではと。あとは、PDPA、プロテニス選手協会が断子として、今回全仏オープンでの加藤ペアの問題も含む3つの問題を、 スポーツ仲裁裁判所の迅速な提訴をし、それぞれの問題に対するフランステニス連盟、全仏オープン主催者から賠償金、及び加藤選手の賞金とポイントの復活を戻してあげてほしいです。どう考えたって、主催者側の不備で起きた問題ですから、訴訟にしたらいかがでしょう。そうなれば、ボールガールも対戦相手も審判も全て失定となるのでしょうか。 そうなれば大会に遺恨を残すし関係者も大変なことになります。安易に発言しないで裏で落としどころを探るべきでしょう。そもそも規定にはボールガールが何十分以上泣きやまなかったら失格でそれ以下の時間空いているだけなら警告で済ますという明文化された規定があるんだろうか そんな規定があるとは到底思えないそれなのに長い間泣いていたことを理由に失格にするのは規定によるというよりも個人による恣意的な規定の悪用であるこんな不公平な裁定には納得できない人が世界中に大勢いることがわかるだけでも心強いニュースだ。間違いを認めないところがフランスらしい。 名門テニス大会というプライドを優先したんだろうけど、この流れだとボールガールの声の風当たりが強くなって相手選手へのバッシングも高まるけど、全く気にしないんだろうね。ルールとは定められた規定があり、そのルールをもって裁くのが審判であって、それ以上の裁定を下すのであれば防衛のような客観的事実を基に最終決定することが近代スポーツの常識である。 ボールガールが泣き止まなかったことが最も重要な判断とするのならば、すべてのボールガールが同じ衝撃で泣く時間を同じにしなければ、ルールと呼べないのでは。